と溜めちゃってて申し訳ない。こんばんは。紫、圧倒的オフ感があります。こんばんは、こんばんは、お疲れ様。タワーだよって言われた。嘘、ちょっと待って、やばい、見逃し。あ、結婚してギフトも、歯車もありがとう。わっ、難波のひさとさんだ、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。難波のひさとさん、ありがとう。めっちゃ可愛いよ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと、じゃあ、これも書こうかな。あと4人いるんですけど。ちょっと待って。よいしょ。最近配信の位置が定まりません。なんかさ、自分の部屋でやったり、リビングでやったり、お風呂場でやったり、本当にいろんな場所でやってます。よいしょ。待って、ありがとう皆さん。もうね、ちょっとね、手がめちゃくちゃ震えるんですね。ちょっともうね、ブルブルしちゃってね、なんか上手に字が書けてるかとかよくわかんないんですけど。そう、なんか気管支、ちょっと気管支のなんかこう、なんていうんですか、広げるなんかそういう薬に副作用であって、めっちゃ手が震えるんですよね、ずっと。そうなの。ちょっとね、書きまーす。なんだよね、ちょっと、ね、ありがとうギフト。全然大丈夫。ただ、あのよく怒っとる。なんてことだ。安定にはみ出してる。ここでしょ。私の部屋の服がはみ出るの、勝手に。服が字が持ってるから。何かこう、え、何の絵がいいかな。明日ホワイトデーだね。ホワイトデー2番。ちゃんが可愛いっていうの分かる。え、ない怒った時にってこと？よく怒ってます。
ありがとうペンギン。ホワイトデー何がいいかな。しまい込んだ。お顔がピンクのナンメイク、なんかわかんないんですけど、めっちゃほっぺがピンクになるんですよ。でもこれなんか配信だからまだあれなんですけども、肉眼で見たらめちゃくちゃピンクで、本当にもうなんかちょっと公園、沖前公園ぐらいからずっともうねめっちゃピンクなんですよ。キャー、髪の毛縛りたい。わかんない、なんでなんだろう。うん、ずっとなんか暑い。濃い？キャーずっとメイクいらず、熱ないよ大丈夫多分、測ってないけど体感ありません、安心してください。なんか何の絵がいいか案ちょうだい。ホワイトデー、ホワイトデーといえば何の絵。マシュマロ？そうなの？マシュマロなの？でマシュマロめっちゃむずいんだけど、マシュマロの絵ってむずくない？描いてみるわ。じゃあ焼きマシュマロにしよう。ちょっと焼こう。焼きマシュマロうまいよね。なんか大丈夫かな？なぜ焼く？え？焼いた方が美味しいじゃん。炙ったら。うまい。マシュマロってさ、かわいいよね。響きが。マシュマロ。焼きマシュマロ。買った。すいません。じゃあちょっと今からタワーのお礼させてもらおう。じゃあちょっと先に、難波のひさとさんありがとうございます。じゃじゃーん、じゃ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 ーん、じゃじゃじゃーん、うまとう、ありがとう難波のひさとさん。姫公園お疲れ様でした、最高でした、ありがとう、おきまい、ありがとうございます。やばい、そうよ、おきまい公園ね楽しかったな。
ありがとうございます。ちょっとね、沖前公園の絵もいっぱい描いたんですよ。じゃあ、まず、アルフォートさん。じゃーん。これは、彼女になれますか。ほっぺ、赤いのも可愛いよ。ありがとう。やだもうなんか、赤いし丸いし、もう本当に、美女が最悪すぎ。サビのとこ。私は、あなたの彼女になれますか。ここの瞬間。ありがとうございます。よいしょ。ちょっと内股。うん。続きまして。マクアラオンさん。じゃん。これ、ソロ。ソロ続きでソロ書いた。毛虫。弱虫毛虫。ユキリンさんのソロ曲。ああ、恋の花びら。泣いてるの？失恋。続きまして、ミッキーさん。じゃん。私たちのリーズンの絵。なぜ好きになったの？ありがとうございます。ありがとうミッキーさん。ラスト、はやりんごさん、ありがとうございます。じゃーん。僕だけのバリュー。君がいい。どんな世界中の美女たちより。比べられないくらい。はやりんごさん、ありがとうございます。という4曲だけ書きました。超ピンク、もうやだ。ありがとうございます。というハワーのお礼をさせていただきました。ありがとうございます。カビオレじゃないよ。え、これ見て、とろける桃飲んでるんですけど、これのせいでピンクなのかもしれません。いやいや聞きた、助けてほしい。ほろ酔いじゃないよ、本当に。かわいい、ハート、ありがとう。なんかそう、ほっぺが赤いと、酔ってますかみたいなの来るからね。酔ってません。敵も飲んでいません。酒飲んでません。いつだったかな、割と最近にさ、なんかコンビニでね、缶チューハイを買ったんですけど、年賀されたんですよ。で、私、年賀されると思ってなかったから、めっちゃびっくりして、なんか、身分証明するものくださいって言われて、見せてくださいって言われて、で、私、一瞬ちょっと、え？ってなって、あ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 、ってすぐに保険証出して
で、めっちゃ保健食って。ちょっとドキドキしましたね。成人してるんですけど。19に、でも見えんでしょと思って。すっぴんだった？え、すっぴんだったかも。その時。うん。メイクしてなくって。そうね。うん。ママ、ありがとう。写真なしでもいいんだ。なんかさ、写真付きのさ、証明書、あの、保険証じゃないよ、なんだっけ。あれしかないんだよね。パスポートしかないんですよね。マイナンバーもあるわ。マイナンバー使わんな、あんまり。免許取りなさい。免許は来世に任せた！来世の自分よろしく！私がさ、運転したら多分、車が転がります。ゴロ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 。カーン。うん、コンセ取りません。いやね、撮りたいよ。ちょっと撮りたいんだけど、もう今撮ってもなぁ、乗らないんだよなって感じ。ペーパー、もう、ペーパーの未来がちょっと見えてて、仮に今、まあ、撮ったとしても、でも乗る機会がそもそもない。し、そう、車も持ってないから。だからさ、今別に取らなくてもいいかなって気持ちになって。でもなんか免許企画とかあったらさ、めっちゃ取りたいって気持ちになるけど。そうね。なんか自分からね、取りに行くことはないんですよね。実家帰った時練習した。でも実家ね、あんま帰んないんですよね。そんなに。うん。バイク乗ってたらかっこいいよね。もうバイクなんて、もう寒くて乗れない。寒さで乗れないかも。ありがとう、いい人。ありがとうございます。いいな、免許ね。あったらかっこいいよね。うちもね、あの、X とかに載せたいですもん。あの、免許証取得しましたみたいなやつ。ああいうのやってみたいけどね。もう何にも取得してないんで、ちょっと。原付き、あ、原付き取得しました。原付きは、なんか割と短い期間で取れるって聞きました。あ、1日で取れる？みちゃん、ありがとう。二輪は危ない。ええー、でも自転車。自転車と原付きってさ、一緒？一緒みたいな感じ？あれがいいな、あの、乗るんだったら、あの、ピザ屋さんみたいな、屋根がついてるやつがいい。なんかイントネーションが変ですよってくる。
船舶免許取ってるメンバーいたな。屋根付きに乗ってるマイキューみたい。え、いいよねあれ。雨が降っても大丈夫じゃない？そういう問題じゃない。トゥクトゥク買ったら、え、ねえ、トゥクトゥクって何なの？なんかトゥクトゥクって聞くんだけど、トゥクトゥクって何ですか？トゥクトゥク気になる。何トゥクトゥク。トゥクトゥク？三人？あ、三人なの？トゥクトゥク？ピザ屋さんみたいなやつ？え、なんかこの、何これ？トゥクトゥク？タイのやつ。え、そうなん、トゥクトゥク。タイのタクシーだって。タクシーなの？乗りたい。なんか乗りたい。乗り物に乗りたい。けど乗れるものがない。本当に。トゥクトゥクって日本に走ってるの？そうなの？見たことないかも。自転車乗ってる？え、乗ってない。私自転車持ってないんだよね。持ってないんだよね。あのお姉ちゃんの自転車をたまに使ったりしてるんですよ、借りるとき。なんか自分用のは持ってないから。いや、そんな乗らないし。たまーに、そう、もう最近全然。あ、姉チャリ？姉チャリ、ママチャリみたい。姉チャリ。自転車乗れるんだ。え、自転車乗れるように練習したんですよ。で、ま、でも、ちょっと危ないかもまだ知んないんですけど、なんとか。もうなんかさ、むずくない？交通法。なんかよくわかんないんだよね。なんかその自転車を練習するようになってから、道路のなんかこう矢印とかの向きが目に入るようになって、それまで一回も見たことがなくって、そういうなんか道路のなんか道路にさ、なんか矢印とか書いてあったりするじゃんか。ああいうのさ、一個も気にしたことなかったんだけど、自転車練習するようになってから、こんなところにこんな絵が入ってたんだみたいなって思うようになりました。意識するようになった。まいちゃん自転車に引かれたよね。まいちゃん自転車に引かれたことある。マジ自転車には気をつけた方がいいですよ。本当に気をつけた方がいい。ちょっと前に引かれたんでね。いつだったっけな、覚えてない。夏だったっけな。吹っ飛んだよ本当に。3メートルぐらい。本当に今となってはあんなこともあったなと思うけど、本当にもうだいぶやばい話だから。ありがとう。事故、そうだよ、事故だよ、大事故。ありがとうございます。うん、立ったまま振ったんだ。本当に漫画みたいだった。あのあられちゃん、わかりますか？あのなんかぶつかっても元気な子供、あんな感じ。車が壊れ、あられちゃん？
無傷だった。そうなの。でもマジで私怒ってたよ、あのその引かれた日は。本当になんかそのなんか時期めっちゃ忙しかったんですよ。忙しいのに引かれて、何なんだって。でもねマジでなんかそういう時の対処法が一個も分かんなくって、自分全然分かんなくって、本当に世間知らず、分かんなすぎて。しかもね、いざそっちになったらね全然対応できないんですよ、マジで。びっくりするのが大きすぎて、信じらんないびっくりみたいなのが大きすぎて、本当に全然対応できないから、冷静にさ対応する力、聞かないと。警察にね、110。うん。マジ。ありがとう、ギフト。大丈夫ですよ。すいませんね。本当に。不快。不快ですよね。マジでごめんなさい。なんか、なんか治んないんですよね。うん。生命線が、どう？あんまり長くないかも。手相は変わります。全然見えてない。心配をおかけしますね。なんか本当になんか最近月一で体調崩してる感じがあって、もうなんかなんでこんなに崩すんやろってぐらい、本当にもう情けないですね、マジで。本当に困りました。なんか気持ちと体が全然ついていかないんですよね。ありがとうございます。気持ちは行ってるのに先に体がここら辺にいて、春はまた春が来たら治る。うん、長期休暇絶対したくない。もう休みたくないよね、あんまり本当は。休んでるうちに忘れられる可能性があるじゃないですか。やだ、本当に。ありがとう。誰に、みんなに。最近見なくなったなあいつみたいな。なったら悲しいから。忘れないよ、忘れないよ。てん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 。
ありがとうギフト。確かに春を待ちます。うん、ムチムチね、なんてことでしょう。なんか楽しいことしたい。ご飯めっちゃ食べてるんです本当に。ご飯はめっちゃむくんでる。あとちょっと一旦あの80キロぐらいまでこうなるかもしれないんですけど優しく見守っててください。100キロぐらいになるかもしれない。ちょっと3回りぐらい大きくなるかもしれません。一旦ね。それはダメ。またあの戻すんで。丸くなった？言われるね。もう丸くなったって言わないで。なんかこれもう本当に、なんか前もお話し会でめっちゃ言われたんですよ。なんかしかもなんかね、何人かに言われたりするんですよ。結構あの一人とかじゃなくてね、なんかもう不機嫌になりますからね、私言われた瞬間に。なんでそんなこと言うん。もう言ったらもうプンプンしちゃう。なんかでね、そのなんかお話し会で一番それを言われて、そしたら引きずるの3人目ぐらいまで。その次のその人が来た、その次の3人目ぐらいまではまだプンプンが抜けないの。だからもうちょっとおこになる。だってってなるから。うん。だから止め、止め。巻き添え。次のさんに話入ってくのに入ってきてる、入ってきてるけど顔がちょっとなんでるんかも。ね、ちょっとね、こうしようかな。髪の毛をこうして、そしたらさ、
もうやだ、本当に。もう、やだ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 。やだ本当に、なんか、もう、イライラしてきた。やばーい助けてうまい。話を変えよう。本当にダメダメ、プンプンしちゃうからね。STU 髪染めるの解禁になった。いや、そう、なんかマイハさん髪の毛明るくしてたね。めっちゃ可愛かった。なんか X 持ってた、ね、ねえ、解禁、解禁っていうかな、髪の毛。そうそうそう、ありがとうございます。いかんない。他のメンバーは知らんないんやけどさ。そうそうそう。なんか、X で見ました。おーと思って。うんうん。アーシャ染めていいか。でも今のタイミングで染めてるんだったらアーシャもそうなんじゃないかな。わかんないけど。でもね、確かにみんな黒髪だったからね、幅はまあ広がるよね。沖前広島のチケット情報まだよね。まだです。ブルーライブだよね。まだ4月7日ね。うんうん、確かに個性がね、みんな染めていくのかな。染めたいか？いやー、ないかな、あんまり。もう自分のも真っ黒ではないんだけどね。ほら、なんか若干、痛んのかな？ちょっと焦げ茶なんだよね。いい色してるっしょ。
と最近美容室に全然行けてない。前髪もねずっとね自分で切るかお姉ちゃんが切るかなの。そう、いい、本当ありがとうございます。美容室に行きにくいわけじゃないんだけどね、うん、なんだかんだちょっといろいろバタバタしてて行けてなかっただけですね。アイドルどれくらいの感覚で行くの？でも私月に1回ちゃんとトリートメントしに行こうって思ってるんですけど行けれてない。そうなんですよ、髪の毛はね綺麗に保ったらすごくモチベーションが上がるんで、もう2ヶ月ぐらい行けてない。寝ちゃうんだよね。トリートメント大事だよ。めちゃくちゃ癖ある。めっちゃ癖毛。ほらやばくない？なんか今ちょっと。今月はでもね、そう、卒婚に向けて、来月はドラ3婚、ひなさん卒業コンサート、7周年コンサート、コンサート、いっぱい。あるので。駅前コン行きます。絶対に来てください。絶対に来てください。外れたらどうしよう。絶対に外さないでください。絶対に当ててください。絶対に来てください。ダメです。来てください。もっとやってほしい。あ、ね、確かにね、いっぱいしたいんだけどね。都合がつけば、いや、都合はつけてください。ダメです。絶対に来てください。東京公演？いやね、東京でもしたいって話は一回出てたんですよ。沖前公演。でもちょっといろいろと、まあ日程とかもいろいろあったりもして、できなかったんですけど、当てる前提で予約したって絶対言ってください。まあそうね、あとおきちゃんのまあ最終活動日が4月20日ってのもあってね、もうね、そうあとちょっとなんですよ。なのでね、うん、ちょっとね寂しいですね。もったいないよね、5回で終わっちゃうのは。
久しぶりに申し込むかな。絶対に来て。広島一公演のみ、そうです。広島一公演のみなんですけど、昼公演だけなんですけど、顔面ステッカー再販してほしい。ありますよ。なんか言ってました言ってました。立体のやつだよね。なんか広島で復活するんですかって聞いたら復活するよって言ってたから、広島は復活するはず。何回も結婚、もう5回目の結婚、重婚。笑顔バージョン出ないか、さてどうでしょう。どうでしょう、笑顔バージョン、どうでしょう。いやでも広島マジで真顔バージョン、真顔バージョンは多分あれですよ、多分復活します。はい、ありがとうございます。魔除けにどうぞ。魔除けにはならないと思うんですけどね。そんな、変わるかな。魔除けになる私。何かに使ってください、貼って。ありがとう。何に使うのがいいのか、玄関のさ、あのあれに貼ったら、扉どう、家帰ってきてさ、一番最初のあのさ、このこうさ、この覗くとこあるじゃん、覗くとこの横とかに貼っといたらどう。魔除け。あの私が出迎えてくれるっていう、どう。あそこに貼るの、表札に、表札に貼るの。宅配の人が困る。宅配の人来て。いいんじゃない、もうね、確かになんかパソコンとかにみんな貼りそう、スマホ。そろそろだよって言われる、おやすみなさいって。おやすむなー、みんな寝るなー。嘘です。明日ホワイトデーか、なんかしたいな。何もすることないけど。ホワイトデーか、
58分だよってありがとう。クッキー作る、クッキー時間かかりそうだよな、焼くのに。簡単にできるものとかないかな。焼きマシュマロこれで炙って終わり。全然なんか作ってない。寝ないからショールームもやめるな、ショールームは切れる。電流呼ぶか。フレッシュメロンさん、ミッキーさん、クマネパパさん、マサさん、ボンちゃんさん、東京のスワンさん、ナンバのヒサトさん、マンモスビアーさん、もともちさん、おっさんでサムさん、シーサーさん、ゼットさん、キノペコさん、ありがとうございます。うんうん、おやすみ。え、明日は木曜日だ。明日は木曜日です。なんか一週間って本当に早いですね。明日です。無理なさらず。元気だよ。おやすみ。おやすみ。また明日だよ。うんうん。おやすみなさい。みんな見てくれてありがとうございました。またね。おやすみ。おやすみ。